おはよう、ジャン君、ポンちゃん。必ずおはようと言うと、ジャン君は移動します。そして、ポンちゃんはここに居残り。ポンちゃん。ポンちゃんを、あ、花と一緒にと思ったのに、花だけが残りました。ポンちゃんもこっち来ました。ちゃんくん、結構あったかくなってきてると思うんだけど、どうしてもノートの上がいいですか？ちゃんくん、そこが気持ちいいんですか？少しあったかいもんね。ですね、もうあったかいからということで、ここに置いていた、ホットカーペットをやめてしまったんですが、これをこうか、これはどう？はい、座布団。ジャン君どうですか？ジャン君、外も見えるよ、こっちの方が。どうぞ。移動しない。
はい、ジャン君。やっとここに座ってくれましたね。ちょっと仕事をするにはこのスペース狭いですが、いいのが見つかるまで、このふかふかの上でおくつろぎください。はい、だったん。はい、いただき物です。はい、ベンチスレースになりますが、すみません、ありがとう。ありがとうございます。なんか入れ物かわいい。ニコ&チンチンチン。はい、チップス。チップス。富士山だよ。あ、本当だ。静岡チップス。ウェーブポテトチップス。め、なんていうのかな。ご当地チップスっていうことなんですかね。パッケージがなんかシンプルで可愛い。はい、これは静岡側から見た富士山です。うちはこっちの方から見る感じですかね。いいね。かわいい。パッケージがかわいい。あれ、カメ。カメさんだ。カメの、これなんていうの、クッキーなのかな？クッキーじゃないね。なんか焼き菓子っぽいけど。なんだろう。おまんじゅうだ。あ、はいはい。うんうん。和菓子ってこと。そうだね。中にあんじゃあんが。そうかもね。かわいい。はい。ありがとう。カメはマンデー。これ。はい、チョコです。脂肪や糖の吸収を抑えるチョコです、うん。なんか前にもさいただいたことがあって、うん、結構クロケン好きだったよ、ね。そうだね。美味しいよね。程よい大きさというか、うん、ちっちゃいからなんか罪悪感もないし、うん、そうそういっぱい食います。美味しいよねこれね。なんか甘すぎず美味しいです。うちは結構気に入りです。はい、そして何か限定の缶詰があるの。これはしかも自衛隊で売ってるやつで、これ本当だ。航空自衛隊浜松基地。へえ。これさ、そこ行かないと買えないやつなんだよね、多分。ねえ。わざわざ行ったのかな。うん、すごい。そしてこれはブルーインパルスだっけ。ついこの間五輪を書いたけど風で吹き飛ばされちゃったやつね。あ、こっちは大丈夫よ。五輪のこう雲がブワーって流れていっちゃったというやつですね。最初のオリンピックでかけたやつじゃなくて、またやってみたの？こんなにすごいやつ、うん、なんだっけ、現代やってみたの？トーチが届いた時。はあ。たい、なんだっけ、松明じゃなくて、なんだっけ、松明。平和の日じゃなくて、なんだっけね、あれが来た日。やったんです。日が来た日ね。そして、うん、あれが来たのにみんな風がひどすぎちゃって、うん、一回消えちゃったんだっけな。そうだっけ、うん、吉田沙保里さんとか言ってる時ね。はいはい、はい、それはそれでいいやということで、そうめんありがとうございます。静岡そうめん。静岡そうめん、手延べそうめん。はい、はい、そして、お茶、これはもう真打ちだね。え、茶そばだよ。え、あ、本当だ、お茶かと思ったら茶そばでした。抹茶そばって書いてある。はい、なんか富士山の富士の国って書いてある。これも静岡なんだね。食料品の救援のような感じでしょうか、うん、そしてまた見つけたよ。ミフィー、お、これで結構コンクリートってことかな。6種類だから、これで4、あと2個だよ。揃うってこと？で、うちがもらっちゃっていいんですか？せっかく揃って。これを出していると出てくるはずの。ポンちゃんが？ポンちゃんどこ行っちゃった？向こうの部屋行っちゃったかな？え、嘘。あそこにいるのはね。ポンちゃん。寝てるの、ポンちゃん。ぐっすりなんじゃない？真っ暗で見えませんが、ここにいます。もう今ですね、11時半なので眠いか、うん、はい、どうもありがとうございました。また美味しくいただきます、うん、ごちそうさま。